トワイライト遠方共和国 Vlog です。今日はですね、何の話しようかな。久しぶりにオピニオン行きましょうか。北朝鮮とアメリカのですね、会談がベトナムのハノイで行われて、物別れに、終わったんですけども、今後どうなるかとかですね、そういうのは私は専門家ではないので、そういう評論家の人にお任せしますが、いろんな、ね、こうニュースが流れている中で、どういうふうに評価したらいいのか、あるいはニュースというか、主に新聞とかテレビは、どういうふうに報じて、どういうふうな見方をしていたのかっていうのをですね、ちょっと喋ろうと思います。で、会談が行われる前はですね、大体日本の、レガシーメディアもそうですし、韓国のメディアもそうですし、アメリカのメディアもほとんどは期待を寄せるような、そういう、論調でしたね。そして金正恩委員長が、余裕を見せているような、そういう報じ方でした。で、果ては終戦宣言が出るんじゃないかとかね、あるいは経済制裁が一部解除されるのではないかとかね、そういうふうな報じ方、総じて成功するんじゃないかという、そういう論調が非常に多かったと思います。で、ただですね、一つ、なんでそういう論調だったのかっていうと、一つはですね、やっぱりそのトランプ大統領が嫌いっていうところがあると思うんですね。韓国はちょっと、韓国と日本はちょっと違う、日本もそうかな、違うんですけども、総じてフォックスニュース以外は総じてトランプ大統領嫌いなんですよ。なので、アメリカのメディアは特にですね、あんまり成功するとは思ってなくても、その成功するというふうに世論をかきたてて、で、失敗した時にトランプ大統領を叩くという、そういう戦法だったと私は思うんですね。で、韓国の、メディアっていうのはちょっとこれまた違いまして、トランプ大統領嫌いということよりも、ムン・ジェイン政権が北朝鮮寄りですので、成功した方がいいという、いつもの願望ですね。で、報じていた面はあると思います。ほとんど希望的観測ですね。で、日本のメディアはトランプ大統領が嫌いというところもありますし、仮に、成功すれば、日本は置いてけぼりっていうね、今の政権、安倍政権を叩こうという意図もあったのかもしれませんし、何にしろそのいい方向で報じてたわけです。で、実際はと言いますと、普通こういう外交、特に首脳会談なんかでのが行われる場合の外交成果っていうのは、何らかの合意に達するとか、共同宣言をするとか、共同文書に署名するとか、あるいは条約を締結するとか、なんかやるんですよね、外交成果っていうのを目指すために。なので、それより、もっと前の準備期間の段階で、実務者レベル、日本でいうと外務省のお役人とかですね、そういう人たち同士で折衝して、ある程度のところまで詰めるんですよ。で、じゃあこれでいきましょうっていう形で、当該国の首脳に挙げて、で、首脳同士はもう結論だけを話して、じゃあこれでいきましょうっていう形で、会談をする、で、外交成果につなげるということなんですね。だけども、今回全くの物別れに終わったっていうのはですね、まず北朝鮮側が、全くしてないとは思いませんけども、おそらくその事前のですね、実務者レベルの協議にほとんど応じてないんじゃないかっていうことが挙げられると思うんですね。つまり準備をしていないということです。だけど自信はあったと思うんですね。自信があったのであんまり応じなかったっていうところもありますし、体制が体制ですので、その
どうしても強行にならざるを得ないので、実務者レベルで物別れになった話にならないので、まあ自信もあったということもあってあまり応じなかったっていうことはあると思います。で結論としまして、外交的な成果は全くなしで物別れに終わって帰っちゃったんですけど、普通はですねこういう結果になるとその政権とかね首脳、まあ、今回の場合はトランプ大統領ですけどすっごい失点になるんですよ。わざわざベトナムまで行って一番敵対する国、まあ、一番かどうかアメリカにとって一番敵対する国かどうかはちょっと分かりませんけども、外交成果ゼロで平気で帰ってワシントンに帰ってるわけですよね。これがまずすごいということだと思います。外交成果を残さないと次の任期あと1年半ぐらいですかね、1年半じゃないかもうちょっとあるか2年近くあるんですかね、選挙あるわけですから、2期目を目指すんであればここで何らかの形で多少妥協してでもアメリカに有利であればその他の国例えば韓国とか日本とか中国とかいうことは言うことはあんま考えなくて、妥協してとりあえず何らかの合意にこぎつけてもいいところなんですね本当は。だけどそれをせずに一切妥協をせずに外交成果ゼロで平気で帰っていっちゃったっていうところがすごいところだと思います。なかなか今までそういう首脳はなかったと思いますね。要はトランプ大統領ってアメリカのメディアが、まあ、嫌いだから言ってるんですけどいうようにバカではないんですよね。すごい頭いい人だと思うんですよね本当に、まあ、アメリカ大好きなんですよね。やっぱそういったところがあって外交成果ゼロでも、妥協せずに帰っちゃったというところがすごいだと思います。でこういうことになるとは何の成果もなしに、帰っちゃうということはどこのメディアも予想してなかったと思うので、新聞の論調なんかはそんなことは一かけらももともと書いてなかったですよね。だけどちょっとニュースを読んでその北朝鮮情勢はアメリカ本土よりも日本の方が近いのでまた拉致被害者問題とかもありますしねいろんな問題が直結しているので日本人の方が一般の国民の方が北朝鮮の見方っていうのはこうまあ的を射てるところはあると思うんですね。でほとんどの、まともなちょっと考えれば分かる日本人だったらニュースを見てればこれは多分そんな終戦宣言とかありえないよなっていうふうに思ってたと思うんですね。だけど新聞とかテレビの論調はそうじゃなかったっていうところにまあ日本のメディアの甘さがある。まあ、韓国はねやっぱり常に基本的にはこう希望的観測に基づいて書きますのであんま参考にならないんですけど、まあでも日本のメディアはあまり、なんていうんですかね、今回の事前の報道も、全く当てにならなかったということなんだと思います。で終戦宣言っていうのも基本的にはありえない話で朝鮮戦争の当事者っていうのは北朝鮮と中国とアメリカなんですよ。休戦協定を、ね、結んだのはで韓国はもちろん当事者じゃないんですよ。だから北朝鮮とアメリカだけで、まあ、そのもはや戦争状態にないっていう確認をすることぐらいはできると思いますけど、まあ、終戦宣言とかあるいは終戦協定とかあるいは平和条約とかそういうレベルの話になってくると、朝鮮戦争の休戦のね協定での当事者である中国も入れないと、話は始まらないわけで、まあそういった面ではそれはありえないということがありますし、また経済制裁の解除もですね、あんだけ第1回目の、シンガポールでねやったトランプ大統領と金正恩委員長の会談であんだけ友好的になっておきながらアメリカは実は一つも、制裁を解いてないわけですから、
よっぽどのことがない限り、トランプ大統領が制裁解除に応じることは日本人だったら考えないですよね。それはねえなっていうふうに思いますよね。だけど北朝鮮としては、ニョンビョンの、ね、核施設を、の査察を受け入れることによって、一部の制裁を解除してもらおうとしたことに対して自信があったんだと思うんですけど、アメリカもバカじゃないので、偵察衛星とかね、あるいは密かに高高度の偵察機を飛ばしてるかもしれませんけど、いろんなこうインテリジェンス、情報活動によってそれ以外にも核施設があることはもう知ってるわけですよね。その他どうなんだっていうふうに多分トランプ大統領はズバッと言ったと思うんですけど、それに対して金正恩委員長は多分何も言えなかったと思うんですね。 なぜならば核放棄する気がないから、ニョンビョンの核施設はもう古くてね、あんま使い物にならないから別に廃棄しようが何しようがいいんだけど、他でやっておれば、核持ち続けられるので、そこに一切乗ってこなかったっていうところが、あると思います。でそれ誰が確認するのか、核、例えば核施設とか、そういう軍事施設から核が廃棄されたことを誰が確認するのかっていうと、これはもう軍でしかないんですよ。例えば IAEA ってありますけど、国際原子力機関ですかね、あれはあくまでも商用の原子力についての査察を行うだけなんです。例えば原子力発電所とか、高速増殖炉とか、核燃料のこうサイクル施設とか、プロサーバーですね、そういったものを査察するための機関なので、軍事目的の核施設とか核兵器とかいうものに関しては専門外なんですね。仮に IAEA の人が見ても分かんないところが多いんですよ。じゃあ誰が査察するのかっていうと、もう軍人しかないんですよ。核兵器の専門の軍人がやるしかないんですね。じゃあどこの軍人がやるのかっていうと、そんなもうアメリカの軍人に決まってますよね。ということは北朝鮮が本当に核廃棄をするのであれば、アメリカ軍を入れないといけないんですよ、北朝鮮に。で査察をして確認してもらって、もしもあったら持ち出してもらってどっかで解体する、アメリカ国内に持ち出して解体するとかね、なんかそういうことして完全に廃棄しないといけないし、またずっと継続してそういうことやってないかどうかっていうのを監視するために、軍の当局者を北朝鮮国内に置かないといけないわけですよね。でそんなことを北朝鮮政府が認めるかというと、認めるわけがないですよね。連絡事務所がどうとかこうとかって言ってましたけど、あれはあくまでも大使館ではないですけど、準外国高官という位置づけですので、将来的に大使館に昇格するかもしれないけど、とりあえずアメリカ政府の役員がその事務所に詰めるっていうことはあるかもしれませんけど、でもあったとしても多分軍人じゃなく軍人の入国は多分認めないと思うので、おそらく CIA とかね、そういう要因が行くんだと思うんですけど、いずれにしても何の成果もなく、両方ともね、何も得られずにトランプ大統領はワシントンに帰りましたし、金正恩委員長は平壌に帰ったんですけど、結果から見れば北朝鮮は得るものもないばかりか、これからずっと経済制裁が続くので、失うものがこれからどんどん大きくなっていくわけですよね。でアメリカは特に得るものはなかったかもしれないけども、アメリカはこれだけ知ってるんだよっていうことを、おそらく金正恩委員長に突きつけたことによって、十分な脅しになっている。で何も得るものはなかったけども、特に失うものもないということで、勝敗っていう言い方をしていいのかどうか分かりませんけども、どちらが、勝ちかっていうと、トランプ大統領の圧勝だというふうに見るのが、適切なんじゃないかと思います。でこれについて韓国とか、あるいは日本とか中国とか、
っていうのはどういう立ち位置になるのかっていうと、これもあくまでも私のオピニオンではありますけども、日本っていうのは距離が近いので、仮に北朝鮮が実戦に使える核兵器を持ってたと仮定して、アメリカに届く大陸間弾道弾 ICBM とかはそこまで実用化されてなかったとしても、東京に届くミサイルっていうのは、運ぶ手段っていうのはもう全然実用化されてるわけですよね。ノドンだテポロンだいっぱいありますけど、何せ東京には届くわけです。そうすると変に妥協して、トランプ大統領がね、変に妥協して、とりあえず外交成果のためだけにトランプ大統領が妥協してしまうと、経済制裁がちょっとだけでも解除されて、北朝鮮をこう超えさせることになる。そうするとアメリカに届くミサイルはなくても、東京に届くミサイルは山ほど持っている状態で核兵器を持ち続けるっていうのは、日本としては非常に危険なわけですね。そうすると、今回トランプ大統領が何も合意せずに帰っちゃったっていうのは、日本にとっては良かったことなんじゃないかというふうに思います。韓国は今の現状ではムン・ジェイン大統領、ムン・ジェイン政権というのは非常に北朝鮮寄りですので、できればこう自分たちが出資して援助してでも北朝鮮を助けて、最終的には統一国家にしようっていう、どうもそういう狙いがあるようですので、韓国としては落胆が大きいだと思います。まさかこうなるとは思ってなかったっていうのもありますし、おそらく韓国政府が、北朝鮮政府に対して多分大丈夫だよっていうふうに言った嫌いはありますよね。これは分かりませんけども、多分ここまで譲歩すればアメリカは、大丈夫なんじゃないか程度のことは言った可能性は高いですよね。で、北朝鮮政府もそれを、真に受けて余裕で、行ってしまったっていうところはあると思いますね。だけどアメリカもバカじゃないので、韓国のムン・ジェイン政権はそういう立ち位置っていうのも知ってますので、適当な情報を流したかもしれませんね。トランプ大統領も来年選挙があるので、ここいらで一つなんか成果を見せないと後々の選挙に困るから、ある程度のところで妥協はするし合意もするよっていうふうな偽の情報を流した可能性はありますよね。割り送ったのは当事者としての金正恩委員長だったということになるんですけど、韓国としては非常に当事者じゃないですけど失うものが大きかったということになりますね。だから日本としては良かった、韓国としてはあまり良くなかったとか全然良くなかったっていう結論なんであれば、今の韓国政府が日本に対する構成っていうのは変わってくると思いますね。別に反日がやむわけじゃないし上回るわけじゃないと思いますけど、日本に対する攻撃の仕方っていうのはおそらく変わってくると思います。そうじゃないと完璧にアメリカに睨まれてしまうし、アメリカは韓国を全く信用していないし嘘の情報まで流した、っていうところが明るみに出ると困るんで、多分そういうことはしない、あんまり変な攻撃はしてこないんじゃないかというふうに思います、しばらくはね。で、中国はですね、難しい立ち位置だと思うんですが、今回行われた会談が行われたベトナムは社会主義の国ですよね。ベトナム戦争でアメリカが介入してアメリカ負けて、社会主義の国としてベトナムっていうのは、今こう反映してますけども、ドイモイ政策で、市場経済を一部導入して、今非常に盛んですよね、経済が。同じ社会主義なのに中国とは仲悪いんですよ。もちろん領土の問題も、南沙諸島とかの領土の問題もありますけど、もともとベトナムってずっと中国と戦争してますから、あんまり仲良くないんですよね。
で、まあ、そういうこともあってアメリカとベトナムっていうのは非常にいい関係ですけども、中国とベトナムはあんまりいい関係じゃない、そして北朝鮮の、北朝鮮をどういうふうにこうこれからしていくかっていうのを握ってるのも中国ではありますけども、変にアメリカとがっちり手を組まれても中国としては困るわけですよね。なんでかというと中国は今アメリカと経済戦争をしてますから、あんまり中国とアメリカががっちりくっつかれても困る、そうなるとですね、中国としてはもどかしいところで、まあいろいろ支援はね、今回の移動についても特別列車を中国国内を走らして、ベトナムまで陸路で行かせるとかね、いろいろやりましたけど、まあ中国としては、まあ、良かったのかなというふうには思います。なんでかというとアメリカからこう何の合意も引き出せずに手を結ぶこともなく、まあ、すごすごと帰っていったので、まだ中国の影響力がかなり残っている状態ですね。これがもしアメリカと完全に合意して、トランプ大統領と金正恩委長との間で通貨の話が進んで、どん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 、なんて言うんでしょうか、例えば経済制裁の解除であるとかですね、また投資であるとかね、そういったのがどんどん進んでいくとアメリカに主導権奪われますから、そうすると困るわけですよね。なんでかというと国境制しているので、陸続きの国に、自分と反対の体制、要は西側の体制の国と国境を接するのは中国は極端に嫌うんですよ。だからモンゴルだってロシアだって、まあ、ロシアは今西側でもないですけど、まあ、旧社会主義国ですけど、接しているのは例えばインドとかね、まあ、インドと中国で仲悪いでしょ。だからあんまりこう国境を接する国でがっつり西側の国と並ぶのは嫌なんですね、中国は。なので、北朝鮮が中アメリカとがっつり組まれるのも嫌なので、まあ、それはそれで中国としてはほっとしていると思いますが、なんですけど北朝鮮が核を持っているということについては中国もいいようにいいふうには多分思ってないと思います。まあ、なぜかというと北京が近いので、北朝鮮から北京に向けてミサイル撃たれると、終わっちゃいますからね、中国が。中国でまた北朝鮮がそういうことをしないという保証はどこにもないんですよ、ああいう国ですから。なのでなんか気が変わって中国を狙ってくるっていうことも十分考えられるわけで、一時期冷え込んだことありましたよね。でそういう状態になってこう中距離ミサイルとかね、短距離ミサイルが北京の方を向いちゃうと困るので、核できれば核だけは放棄させたい、だけど影響力は持ちたいっていうところでもどかしい立場ではあるんですけども、まあまあ、今回のアメリカとのこう会談で成果が出なかったっていうことは、まあ、中国にとってはとりあえず核ミサイルのことは核兵器のことは置いておいてもまあまあ良かったんじゃないかなというふうに、思います。ロシアはねあんまり興味がないとは言いませんけども、影響力そもそもあんまりないので今となっては、ただまあ自分の方に核が向かないこと、とそれとその中国が核をコントロールしてるんであればちゃんとね、北朝鮮をコントロールして、変な風に核を開発したりとか使ったりとかしないんであれば、特にロシアはさほど何も言わないと思いますし、多分今言えるような状況ではないと思います。経済ぐちゃぐちゃなので、クリミアの問題でロシア自体も制裁を受けてますので金ないんですよ、全然金ないんですよ。でインフレもすごいんですよ、ルーブルので、アメリカが今、まあ、石油もそうですし、シェールガスも今産出してますので、アメリカって実はもともと農業国だったんですけど、今燃料が出る国なんですよ、資源が出る国なんですよね。でアメリカでのシェールガスとかあるいはその石油
とかの生産量が多くなって地獄で使い始めると石油の値段下がっちゃうんですよ。世界的な、ね、石油の値段が下がっちゃうと当たり前ですけど天然ガスの値段も下がるんですよ。あとロシアは天然ガスいっぱい取れるのでそれをパイプラインで輸出してなんとか経済を持たしてたところはあるんですけど、要はそのクリミアの問題で制裁されて西側の国、特にヨーロッパ、地続きであるね、西ヨーロッパの国々、EU ですよ、の国が天然ガス買ってくれなくなったんですよ。そうすると売れるところがないので今ロシアはとりあえず安くても何でもいいから天然ガス売りたいんですよ。売りたいんですけど制裁で買ってくんないし、日本は買ってやってもいいんでしょうけど地続きじゃないのでパイプラインがないんですよね。やるんだったら海底に通すしかないっていうところで、そんなね明日明後日できる話じゃないので、あんま現実的では今のところない。北方領土の問題もありますしね、北方領土返すんだったらいくらでも天然ガス買ってやるっていうことは言えると思うんですけど、あからさまにそれも言えませんしね。それは、あからさまに言っちゃうと北方領土を金で買い戻したみたいな形になっちゃうので、現実はそれでもいいと思うんですけど、あんまりあからさまにそれは言えないので、売る先がないので、そんな北朝鮮のね問題にごちゃ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 首突っ込んでる場合でもないというところはロシアはあると思います。まあそんな感じでこう極東アジアを取り巻く問題というのは、とりあえず今回の、北朝鮮とアメリカとのこう何の合意も結ばれなかったというところで、まあまあしばらくは現状維持ということになるんだろうと思いますし、またの日本は距離的に近いということもあって、まあ、例 の、 海上自衛隊のねこうあのレーダーの照射問題、なんかから推測するにひょっとして韓国は北朝鮮の船の背取りを、助けてるんじゃないかっていう疑惑がね、あるぐらいですから、ひょっとしたら日本の軍事当局はもう確認しているのかもしれませんけどね。もちろんアメリカもそれを確認しているのかもしれませんけど、まあ、でも北朝鮮の背取りをこう監視する国っていうのは日米だけじゃなくてオーストラリアもイギリスも、軍艦を派遣して参加してますから、とてもじゃないですけど韓国がいくら、ね、日本海上であってもあんまりそんなことにこう大っぴらに手を貸してると、まあね日本の海上自衛隊の飛行機から見られることはなくてもいくらでも高解像度の衛星が偵察衛星が宇宙飛んでますからね。それで写真撮られれば新聞の文字ぐらい見えますからね。だからそう考えると韓国も非常に、まあ、今のムン・ジェイン政権の考え方ですと辛い立場になるんじゃないかと思います。もともとの反共の立場だと別にいいんだろうと思うんですけど、今の非常に親北政権だと立ち位置が非常につらいことになるだろうし、今回の合意ならずで、まあ、例えば南北のこう往来自由往来とかね、あるいはクムガンさんの観光であるとか、あるいは、どこでしたっけ、ハンモンテのちょっと北側にもともと韓国が作った工業団地みたいのがありますよね。ああいったところの再開っていうのもまた遠くなりますし、今できないんですね。今そんなことすると、制裁違反になっちゃいますのでできないんですよね。なのでそういったこともできないし、まあ、結局、動きが何にも取れないということで、文在寅政権というのはどん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 、がんじがらめにされるというか身動き取れないというか、そういうことになっていくのではないかというふうに、思います。まあそう考えると現状維持っていうのは日本にとっては、まあ、北朝鮮への圧力が継続ということで、
まあとりあえずは良かったんじゃないかなと思います。もちろんあの一番いいのはね、完全にその核も、査察を受け入れて廃棄して、南北が統一して、平和なね朝鮮半島の統一国家で、もちろん日本も仲良くして、中国も仲良くして、ロシアも仲良くして、アメリカも仲良くしてっていうのが一番理想だと思うんですけどね。もちろんあのいくら韓国が、反日だ反日だって言ったところで、別にそうならなければならないに越したことはないわけですから。隣国ですし、地理的にね、もう韓国嫌いだから日本は太平洋上に移動しますっていうわけにはいかないので、地理的なものはどうしようもないんで、もちろん全部が仲良くするのが一番いいんだと思うんですけど、まあでも大体隣り合う国同士っていうのはあんまり仲良くないものなんで、じゃあどういうふうな立ち振る舞いをするのかっていうのを考えていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、今後どうなのかっていうのはね、最初に言いましたように私には分かりませんので、もっと偉い専門のこう評論家がいっぱいいますので、大学教授とかね、まあ、そういった人たちがいろいろ喋るでしょうし、またそれをもとにいろんな思惑を乗っけてレガシーメディアが新聞とかねが書くでしょうから、まあ、それをこう読みながら、これはこういう意図があるんだなってい う, こう裏を読みながら、類推していくと、まあ、面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの新聞とかのっていうのはイデオロギー入ってますので、間違いなく絶対に入ってますので、あの朝日新聞がこう報じたから、毎日新聞が報じたから、あるいは CNN が報じたからこうなんだということは絶対ないので、あの大体何らかの思惑があって、報道してますので、その思惑を読み取るのがニュースを読む楽しさなんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、自分の例えば思想はね、保守的であろうと革新的であろうと、まんべんなくやっぱり右も左も、のメディアの情報は見るべきですし、そのまんべんなく見た上で、論調が全然違いますんでね、なぜこう論調が違うのかっていうその裏を読み解きながら、その記者とかね、あるいはその新聞社のこうイデオロギー考え方っていうのを読み明かしていくのが、まあ、ニュースの本当の楽しみ方なんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひ、そういったことに挑戦していただければ、いいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日のオピニオンはこれくらいにしたいと思います。本日もご覧いただきましてありがとうございました。